はいひとつきまさしみです皆さんのおかげでこんなに綺麗になりましたビフォーアフターというわけで、えー、4畳半脱出企画いただき男子龍くんね、えー、こちらについてご報告の動画ということなんですけど本日はですね本邦初公開本間さんの Zoom、えー、でいつも隠れている裏一体どうなっていたのか。 えー、そちらの写真を公開ということでですねえー、やべえなここ足の踏み場もないはいで、えー、これですね1 5 6年間いやもう1 6 7年間本間さんがですねあ,あのー、まあ国の黒羽の施設館に留学して戻ってきてから、えー、妹さんとお母さんのマンションに居候して1 5 6年間原発広告 電通問題、オリンピック問題、さまざまな本をここで書かれていました。で、この左下に、椅子が見えますよね、椅子が。うん、はい、ちょっと拡大しましょう。うん、椅子、これが今、本間さんが座っている椅子です。うんはい、で、配信してるわけですよ。 つまりオリンピックの特ダネ問題、ジャニーズ事務所の社名を変えるきっかけを作ったあの質問含めてですね、ここから本間さんは頑張っていらっしゃったということで、いやー、兄貴お疲れ様ですと。そして、いただき男子、りゅうくんっていうのをですね、あの本当に、まの、あ、りでつけたまあ、いわゆるいただき女子、りりちゃん。 なんですけどあの、これ、もし私がですね、本間さんを居候4畳半から脱出させよう、僕がマンションを買うからあの、みんな寒波ちょうだい、リフォームするからお金ちょうだいというふうに言ってですね、実際、実は買ってなかったってことになるとですね、まず、あのまさにいただき、というか、いただき男子竜君を語ったいただき友好君だったっていうことになってしまいますんですけど、あのまあ、 それはないと。なんでかっていうとですね、まず、まあ、前金は60万円すでに払った、えー、スクショはもう銀行明細出したんですけど、これがね、あの6月24日に、えーと、不動産会社ではなくて、売り主ですね、えー、本間さんの,その2階のマンションではなく、5階のマンション、えー、部屋の代金の残金、えー、629万7,189円。こちらが。 あの振り込みまして、でさらに、えー、こちらがですね仲介会社、えー、29万400円、でさらにえっ、ー、と登記変更のための司法書士に払った23万3900円、もちろん登録免許税など含む、払いましたちゃんと払ってまいりました、皆様のカンパのおかげでとても綺麗になって、でですねで、うんえー、そして今日はあのおかわりが欲しいなというふうに、ちょっといただきまーす。 おかわりまだ欲しいな <laughs> ということで、えー、もう居候の身分ではないので、おかわりは堂々とっていう感じなんですけど、まあちょっとまずですね、あのー、このビフォーアクターの前の、ビフォーアクターっていうか、あの、現状回復ではなくて、要するに、今いる部屋の状況。あのー、うん、まあ正直、あんまり人生の先輩にこういうふうにご指摘するのもあれなんですけど、いや、まあ確かに4畳半狭いよ。 もうちょっと綺麗にできないでですかおばさんできない <laughs> なんてよ。<laughs> あの空間がないからさかもうあの物、ー、はたまり続ける一方っていうねあ<ー>まあ捨てるっていう究極の選択はあるまあそうやけど<い>一応資料とかねたくさんあるし、うん、そ,うそういうのがあるから、うん、本とかね、うん、もうどこにも置く場所がないんで上にこう。す 岩石がこうほらこう積み上がるみたいに、うん、あ地層だ地層が、うん、積み上がるように積んでいくしかないでちなみにですねえー、っとこれがねさっき見せたこのベッドにこうやってドスンと乗ってるじゃないですか、うん、でこれあの本間さんは一体いつどうやって寝るのかと、うん、でも <laughs> この本を椅子の上にとかす,す <laughs> ちょっと椅子 乗っかるこの量あとテーブルの上にああなるほどつまり毎回えっ、ー、と別角度で撮ってるやつがこれなんですけどこれだけの量をえー、よっこいせよっこいせって寝る前には椅子とテーブルの上にまあ要するにその多分今まさに本間さんが向かい合ってるパソコンとえっ、ー、とカメラがあるところによしへよいせと乗せるわけですねうんそうん<ー>右のものを左へ 左のものを右へ上のものを下へってまあそんな感じだなああ、えー、そういう感じで睡眠するスペースをあのー、作るとうんだから椅子のこの証拠も壊れてしまうんだな、ね、<laughs> あ椅子はねちょっとでそして私は目ざとくですねああやっぱりさすがだな本間さんと私思ったわけですよ っていうのもあのもあちょっと拡大させていただいて申し訳ないんですがここにですね「あの、まああののま機動戦士ガンダムサンダーボルト」の後ろにですね虹をかけるものよっていうのがあってですね、うん、こんなものねやっぱ持っててさすがですねこれはあの電通90年史というですね電通が自画自賛のために作った電通の本。うん、これ 一般発売されましたいやしてないあのー、<laughs> 元社員の人からもらったのいやさすがですねさすが電通批判のためにそんなものまで電通本を書くための資料として<ー>いただいてるというねまあそういうものが何冊かあって、うん、でこのこれですねチャンピオンの あの手塚治虫の AI に書かせたブラックジャックっていううん、うん、あこれはまあ当然買っとかないとダメですねねどうでもいいんですけど<う>チャンンピオンでで読んでます全く読まない、うん、あ,あそっかっ世代違う、ね、あの絵がついていけないな絵がついていけない メイドインアビスはオッケーでバキはダメちょっとよくわからない基準だなあ,あ,、まあまあまあいやいや,えいやなんか気持ちあるんじゃないがひどいグラップラーバキ第1話から読んでいる私からするとちょっとそれはまた別の論争をいただき男子し <laughs> リュックの企画やめようかなって思うぐらいのおおちらいですよそれはあ,あれ好きなんだバキ面白いんじゃんそう 最強のあのー、生物裕次郎とエア味噌汁対決とかするんですよ。格闘番から発売何なんだこれはっていう。あ、そんなのあんの格闘して<う>ひたすら朝から晩まで格闘してんじゃないのいや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 もうね、最近のバキはね、すごいよ。もう、まあいいわ、それはええわ、まあ、どうでもええわ。<laughs> えー、というわけでまあ、あのー、まあ、えー、あんまりこのような言い方をするとですねよろしくないんですけどあのー、これがあの本邦初公開4年間ずっとね配信し続けていましたけども私も初めて「えー、本間さん写真撮っといて」っていうふうに言ってみましたいやー本,本当に頑張らはったよやね本間さんうーんああまあええああまあそれでもさ、うん 刑務所から出てきた身ですよいやーもうねあともうちょっとしたら動ブに顔を突っ込んでそれで息絶える <laughs> まあ61歳なんでもうちょっとかかりますよしかもあなたのお母さんが61歳で亡くなったっていう話は聞いてませんよお母様はあの何歳までご存命でしたかあの母親は90だけどはい 大丈夫父親は62だから。あ,あそうですね。でもお父様はどちらにお勤めでしたかえお父様どちらにお勤めでしたか外務省。外務省ですよねで。外務省で窓際官僚で暇やなーっていう人でしたかいや忙しかったね。<laughs> 激務ですよね。なので本間さんは博報堂に勤め続けていたらもしかしたら62ではぼっくりったかもしれません。大丈夫です。<laughs> 大丈夫です。 今は大丈夫別のプレッシャーは当然ありますけどいわゆるもううう当たり前とかかそういいうい感じはないじゃななゃですか、うん、まあでもねそうやって博報堂の頃は横浜の,そのマンションあのがあって奥さんもいてお子さんもいたんだけどもいろんなことがあってまあその捕まって出てきてまああれはもう転落のキーはあの読んだ人なら分かりますけど博報、まあ、堂がひどいと。 いいうふうふに私は思いますすが、まあ、ここからですねもう1617年間頑張ってですよね、えーまあちょっと人生にボーナスがあってもいいんじゃないかということで何気なく私がもともと最初ね賃貸でいいところがあったら本間さんの,あの事務所として借りてはどうかと、うん、っていうふうにこう言ったんですよね。 で調べてみたら特にやっぱ賃貸は出てないんですよねその我孫子のその本間さんの、ね、あ結構大きい団地なんですけどもうん、うん、まあもともと分譲だからもともと分譲なんで、うん、まあ分譲で買った人が賃貸に出すっていうのは禁じられてるわけじゃないからうん、うん、きっと来てんだけどもうこの1年ぐらい1回も出てないううん、うんでそしたらねえなねえなと思ってたらなんとこの今の 僕が住んでいる階段、うんまあ、エレベーターないから、はい、その階段のはるか上の5階の部屋が<階>まあそこもずっと、あのー、人は住んでなかったんだけど、うん、売りに出されてなかったんでなぜかポ,クポッコリと売りに出されて、うん、先,先月ぐらいうん、うん、おあれこれついに売りに出たみたいな。 でなんとなく本間さんに「いやーあの賃貸はないんだけどもこんな部屋出たよ」っていうふうに聞いてしまって <laughs> なんかこれ今俺が即断で買うって言ったら面白いかもという風に思ってであ結構早かったですよね。な,るねうん、なんかあの私があのもうすぐ問い合わせて「内覧してきて」っていう風に言ったのがもう数日後。 でよかったら買うわって言ってでも1週間後にはもう仲介会社とやり取りしてましたもんね、うん、それからいろいろあったんですよなんか現状回復するって言ってたのにしないとか言い出したりで契約してから天井見たらたわんでるとかねもう何かいろいろあったんやけどそれだけでも100万ぐらいかかったんですけどまあこれはこれでうまくいってついにそしてですね皆さんちょっと 原、えー、状回復工事とクリーニングが終わりまして、うん、でそして本間さんのきれいになった部屋にようやくテレビとソファーが入ったこれをですねちょっと皆様にお見せしたいなと思っておりましてで、えー、まず皆さん ここ、ここ、ここ、これをまず目に焼きついっておいてください。ここが。同じ大きさの部屋じゃないけど。<laughs> いやいや、そうだけど、当たり前ですよ。なんで4畳半から4畳半買うんですか意味わかんないじゃないですか。い <laughs> や、あの、これから、えー、こういうふうにいっぱい積んであるところから。お <laughs> 広い広すぎる まずあのー、今の4畳半ではこの角度からの撮影は不 <laughs> 可能だよねっていうかソファー入んない <laughs> ソファー入んないもちろんだってあのベッドと、うん、あの洋服ダンスがあるんこの洋服ダンスが邪魔なのいやー素敵なソファーじゃないですかこれおいくら万円ですかこれは、えー と八万いくらだったかな。おお、結構いいの買いましたね。うん、はい。私本間、ね、の兄貴に八万円出しましょう。<laughs> 出すよ。だって側だけあってガランとしててもやじゃないですか。出すよ八万円。<ー>ね。だからこれがおかわり企画なんですよ。どうか皆さん、あの集まんなくても私が払う。 払うよ払うけどそば8万円誰か一緒にいやいいんですよ800円が100人でもいいし8,000人が10人でもいいし、まあ、そもそも集まんなくても私が本間の兄貴にプレゼントしますよ。ね、<laughs> でまあちょっと別角度から、うん、ちょっとさほんまさん1 5 6年以上ね4畳半で、うん、どうですか 16畳のリビングにソファーを置いてこの座った時の感想はいやここは天国なのかと思ったるね。天国に行くのはまだ早いから。<laughs> 天国に行くのはまだ早いから。<laughs> なるほど、ね。じゃあね、これが人間の生活かと思った確かに。<laughs> いや、いいよ、本間さん、十6七7年頑張ったんだよ。 で国を動かす徳田でもやったよひ月つき満札は本間流会が国会で取り上げられてそれが東京チケットクソフが見て俺でデッツカラクソの中につがってんだよあとはジャニーズ事務所も社名変更も本間さんの質問のきっかけなんだよ <laughs> いいよいいもう誰が批判しても本間さんのっていうかねこれだけ一生懸命やってんのに本間さんに印税が会いたい世の中がおかしいんだよ <laughs> いや<ー>まあ別に印税の話は俺に限ったわけじゃないけど、ね、はいでそしてですねおテレビを設置されたんですねい、うん、きますよいやおしゃれ <laughs> おしゃれをつなぐ感じになってますよ、うんえー、皆さん前はこれです <laughs> お前はこれです <laughs>。<laughs> え、それが、あ、これじゃね、えっと、これ。何もないのが、今の前の写真だよね。これね、ここに、こうやっておいたわけですね。あーそう、そう、そう。これ、何見てるんですか、サッカー。いや、これ、昨日だから、あの、N. H. K. の B. S. でやってた特攻大作戦とかいう映画だ。いういや、皆さん、<laughs> ここから。うん、これ。 でただしちょっと1つツッコミを入れたいんですけどなんかこれテレビ線おかかしくないですかこ,れこれねあのテレビ屋がコードのあのあれを長さを間違えてはい要するに短いやつしか持ってこなかったのああで結局まあ野島ほら野島っていうところで買ったんだけどあのー、これを取り替えるっていうこといやだから取り替えるんだよ結局。うんうん だけど買ったやつももじゃもう持ってきてくれと。うん、で、それはもちろん交換しますと。うん、いうことで、でも、昨日はほら、テレビの設定するじゃん、最初の設定は。はい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 。うん、だからもう、とにかく無理やりつないでるわけ。こなるほど。<laughs> かっこ悪いよね、これ。ちょっとだいぶ、かっこ悪いし、不安定で心配だよね。うん。なあ、もう、明日とかあさってぐらいには取り替えちゃおうと思ってうん。 まあそしてですねこのおテレビがですね一体えっ、ー、とおいくら万円かかったかというとですね、えー、はい24万8933いいこれはだからその土台とか、はあ、えー、土台やら何やらこのサービス料やらあとなんとはいテレビをこのテレビをですね、うん えー、エレベーターのない5階に持っていくのにはなんと9000円するんですよ。<laughs> なるほどね。野 <laughs> 島の,の皆さんお疲れ様でした。<laughs> もうね、貧乏に言いながら運んできたさ <laughs>、えー。これ実はですね、テレビを買ったうちは、えー、には一文着ございまして、家電を買うときは私に相談してください。安く買えるところ知ってるからと言ったんですけど、ちょっと。 おばさんちょっと嬉しかったのかなフライングして買っちゃってこれ日島でね <laughs>、うん、とりあえず、まあ、まずさまだほらパソコン用の机とか椅子そもそもあの部屋を少し改造しようとしてるからまだだいぶ先になっちゃうだからまあ椅子と椅子がないと部屋行ってもずっと立ってる <laughs> あるいはなんかそのままその場にこのあぐらをかいてあしかない 俺,が俺のお部屋かだからこれやっぱり椅子とさテレビぐらいは買っといた方がいいなと思ってさ、うん、ねっ <laughs> はいいやーまあちゅうわけで24万8933円私が調べたら、えー、設置費込みで20万円ぐらいで買えとるなになというふうに思いましたがまあそこに水をさすわけにもいかないので <laughs> 私がお代わりをあげちゃう24万8933円も 私、払います というわけで、えー、これもまた同じことになりますけども、えー、集まらなかったとしても私はですねこれを本間さんにプレゼントしますので、えー、2483円がです、ね、100人でもいいんです24800円が10人でもいいどなたかンパしていただけるンパのやり方 YouTube 説明欄に書いてありますので、えー、いただき男子リュー君の次はおかわり男子そして、えっと、みんなが集まらなくても私が本間さんに払うっていうですね。<laughs> なかなかちょっとよくわからん企画になってきました、ね。<laughs> 何度も言いますけど、あの。女の人にこんなにね。私プレゼント買ったことないですよ。俺もないね。<laughs> <laughs> 行動にいたときすらない,いもう。何やってんだろう、俺っていうふうにちょっと思いますけど。じゃ、あの。 泰富さんとかも出てる番組ですから実は2人はできてるのかっていうふうにですねちょっと思われかねないあのプレゼントっぷりでございますよ。まあねまああのー、ちょっときちんとあ本間さんのね、えー、これ頂き男子本当の意味で、えー、とちゃんとマンション買ってるし。 設置してるよと,いうところで,でまあう、ね、この全体のねお金の中で一部皆さんのカンパによって支えられてできていますのでいや本当にありがたいしでカンパができなかった人もね別にいつも見てくれてたりあるいは本間さんの本をね買ってくださったりしてくれてるかもしれないので別にカンパできなくってごめんなさいっていうねコメントがあるんですよあるんだけども、うん、いやそれも見てくださってるだけでも嬉しいし何ちゅうかみんなでこうやってワイワイと。 いうふうに「わほまさんよかったねー」って言ってくれるんだけでも私はすごく嬉しいです。でそして毎週日曜日に「いつも小池落ちろ!」とか「ね、地味とおらからふざけんな!」とかって言うんじゃなくてこれなんか平和な配信。<laughs> そうね。平和な配信でほっこりできる。なんか嬉しいなと思いました。はい。 というわけでちょっとね本間さんそろそろ出かけないとダメですのでちょっといただき男子龍くんからの「おかわり男子龍くん」企画のねえー、他にもいろいろ空気清浄機やら、あのー、あとちょとりあえず金あのー、何度合いで言えば冷蔵庫だよねだ冷蔵庫ね分かった龍くんおかわりあげちゃう <laughs> とりあえずだから <laughs> 価格コムのサイト送ったでしょ5万から10万ぐらいちょっと調べといてくださいよ ちょっとそれはもう早くやろうと思ってて、うん、冷蔵庫ないとねさすがにきっついよ、ね、あ,あとちっちゃくていいからさ<の>ソファーの前にテーブルあるとあそうそうそう、うん、テーブルねうん、うん、あれあるとほんまさんこうこうやって自分の部屋でゆったりしながらコーヒーを飲みつつテレビ見れるうんやばいなもういいじゃないですか ね、ちょっとそれでまあやろうと思えばもう配信もできる、ねうん、はいそこでね。うん、でまあ、まあ、ソファーの前にテーブルを置いて配信はちょっとあの腰に来ると思うのでいろいろと全部揃ってから配信はね 完全に移行したいなというふうには思ってますけど1回くらいはそこからやってもいいかもしれないなというふうに思いますでそしてカンパのやり方は YouTube 説明欄に書いてありますけど三菱 UFJ 銀行 AF 調支店4569556、えー、そちらにねあの普通講座 AF 調支店の方に入れていただけると嬉しいしクレジットカードでもできますのでもう本当に皆さんのね力のおかげでこうやってずっと、えー、4年間やってこれましたよ いやありがたいなというふうに思います。え本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい。それではチャンネル登録といいねよろしく。今日も読書、おかわり。はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の乾杯がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、乾杯よろしくお願いします。 現金もクレジットカードもどっちも対応しますよろしく今日も読書それでは